さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドロシーリンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。プーさんで遊ばないでください。お願いします。何をしてたんですか今。いつもあのシゲさんのところにいるプーさんもなんかいじってましたけど次は何をしようとネタをね。まあ、ネブラスカ、まあ、ハスカーズっていう、まあ、リンカーンにチームがありまして、うん、それがまあ赤なんですよね、うん、テーマカラーというかあれが。でそれでプーさんのそのそれ何服になるの。それ服やね。服がまあ赤だからなんか貼ったろうというかなんか作ったろうみたいなこと言ってたできんじゃないかな。確かにハスカーズにできんじゃないか。ゴービッグで、はい、ゴービッグレッドゴービッグレッドで、はいはい。2本連続ですね今回ちょっと撮ってるの。まあ自分がちょっと日本に帰るっていうのもあって、まあ、ちょっと撮りためようかなっていうので、なんでまあ今後、自分が日本に帰ってる間、まあ、約1ヶ月半ぐらいかなは、週1本の投稿が多分メインになるのかなっていうふうに思います、うん、もし行けるときは週に2本撮ったり。でしげさんずっとこっち残ってるっていうふうに言ってたんで分かんないですけどね。まだまだなんですけど。あそうね。まあだからある程度は時間あるっていうような感じなのかな。あでもまあ授業も始まるっていうふうに言ってたね、うん、そうか。まあなんで自分がまあオンライン上でしげさんとやるか、まあちょっと何人かその喋りたい人がいて、うん、その人たち呼んだり、あとはまあ日本に帰ってからのカルチャーショック的なものを、逆カルチャーショックというか、はい、そんなのであったりとか、うん、なんかこう気づいたことを、まあ、ゲストを呼んでくださいよ。そう、ね、いろいろ、うん、まあ30分にならなくても15分ぐらいでもまあこう続けていければいいなっていうふうに思いますんで、うん、僕がいなくても、まあ温かく皆さん見守っていただけます。嬉しいんで、はい、で、まあ、まあこれが上がってる時にはもう自分日本つい多分ついてるんで、うん、もうこれ話すことではないかもしれないんですけど、はい、まあ、国際線は目の前にあのテレビがあるんで、うん、映画やドラマやなんか何かしら見ることできるんですけど、まあアメリカ国内の飛行機であったりとか、はい、日本入ってからの移動がちょっとあったりとかっていうのもあるんで、うん、まあ iPad に何かしら映画とか入れようかなって思ってるんですよ。まあ Netflix とか Unext でダウンロードできるんで。いいじゃないですか。なんかダウンロードしてた方がいいものあったりします。何時間でしたフライト。うん、何時間だっけ。ロサンゼルス成田って10時間ぐらい、10時間ちょいですねかな多分。うん、10時間かね、ドラマじゃないですかやっぱりかな。結局ドラマをワンシーズン入れて、うん、で映画をまあどんぐらい入るかは分からんけど、まあそうね、まあ飽きてきた頃に映画を見て、うん、でまたドラマ見て。そうね。ビッグバンセオリー入れてたじゃないですか。長い。いやだからそれだったらヤングシェルドンが俺途中までしかまだ見てないから、うん、あでも1話20分やからすぐ終わってまうで。まあまあまあでも途中半分ぐらい多分ヤングシェルトン見てるから、うん、それを見るか。トッケビも途中で終わってるから。ああ、トッケビね。いや1本ね。トッケビはヘビーなんよあれ。1本しんどいで。そうなの。1本見たら眠たくなる。そうなの。だからだそれだったらヤングシェルトンぐらいがもう一番イージーで、イージーで20分でコンサートに見れるから。そう、それをしようかなと。だから映画もまあ何本かちょっと、まあ、自分が探してるのがあればだけど、うん、それを入れてもし見れたらなっていうふうに思う。だからそれこそもう今日ぐらいから始めないと明日多分最終パッキングというかあれで多分バタバタするから、うん、今日ぐらいからちょっと入れ始めないといけないんで、まあいろいろちょっと入れて楽しみたいなっていうふうに思います。はい、はい、まあちょっとフライトのことで思い出したんですけど、うん、まあうちの家系が、うん、まあ、結構その航空一家というか、はい、航空関係の仕事をしている人が多くて、うん、もう言ったら自分以外と言っても過言ではないというか、うん、自分だけが唯一こう航空学、航空に関係しないことを目指しているというか、うん、まあこの UNK 自分たちが通っている大学、日本人はすごいこの航空学っていうのがすごい人気で取ってる、はい、取ってる人がすごい多くて、うん、本来であれば多分自分が一番その航空学を学ばなきゃいけないような家柄なんですよ、はい、なんですけど、まああまり興味がないっていうので学んでなかったりするんですけど、うん、あのマジであの将来こう結婚するとかっていうことを考えると、はい、マジでこの航空会社の人と結婚するのがいいっすよっていうのを。それはさ、うん、言っていいの。まあ
具体的なことまでは言えないけど、あ、はいはい、うん、でもまあ全然、うん、いいよねマジで、しげさんにはもう包み方全部喋ってるから、もうマジで羨ましい意味がわからん言ったら、うん、普通こっちから日本に帰ろうと思ったら、うん、まあ、往復安くて10万、まあ場所にもよったりするけど、うん、結構その早めに取ったりとか、うん、でもしたら10万ちょい、15万はいくかな、15じゃない多分、15万から大体20万ぐらいなんですよ、うん、いつもね、で今の時期は結構高かったりして、うん、なんですけど、うん、ね、コウスケの場合は、うん、お父さんがあれやね、お父さんがそう整備士、整備士、うん、飛行機の整備士の仕事をしてて、まあ、航空会社に勤めてる、うん、っていうことなんで、そのなんかシャワリじゃないけど優待が効くんですよね、優待券みたいな感じだね、うんうん、なんでねもうこれ値段は言えないですけど、まあ値段はちょっと言えないですけど、もうね腹立つぐらい安いですそうなんですよ、聞きましたけど僕、めちゃくちゃ安いんですよね、まあこれ自分の家だけじゃなくて、うん、航空関係の仕事をしている方全員そうなんですよ、正直、うん、毎週末帰ればまあまあまあそうね、はい、うん、っていうぐらいぐらいの値段です、そうですね、うん、でこれうちの父親はまあ整備士なんで、うん、もっと上というか、じゃ誰が上下とかっていうわけじゃないですけど、うん、まあ、パイロットとかになるともっとこの優待、はい、多分優遇されますし、まあ、多分 CA でもかなりされたりとか、うん、でグランドスタッフとかあともっと違った仕事でも航空関係についてる仕事の人であれば、はい、この優待券というかこの割引結構効いたりするんで、うん、二等身までだからそれも会社によってきたりとか、はい、多分するんで一概にこうとは言えないけど、うん、まあまあ結構近いところは、うんうん、間違いないでしょ、二神童ですね、そうだ、二等身はドラえもん、ドラえもん間違いました、はい、そうだからマジで結婚するなら航空関係の人がいい、マジでいいと思いますし、俺も航空関係の人がいいなってなっちゃうというか、自分やっぱちっちゃい時からその親がずっと航空関係の仕事をしてたんで、その飛行機代というかその航空券に関しては、はい、そのうちの中のなんていうんですかね、ルールというか、はい、いくつかあったりするんで、うん、はい、それで育ってるんで、やっぱその航空券高い額を支払うっていうのがちょっとおっっていうちょっと抵抗がやっぱ分かりますあるんですよ、はい、分かりますけど、はい、でも逆を考えれば、うん、やっぱ貢献するために、うん、普通の値段を出して買うっていう、うん、いやいや違う、だそれ愛車精神はないですか、いやもうそれだからうちの家計結構狂ってるというかうちの父親が、はい、そのまあ言ったら国際線ちょっと安く買えるんですよ、はい、で安く買えて、まあしげさんは値段してると思うんですけど、はい、まあ結構安くはなるんですよね、うん、結構いい額で買えるというか、それでもうちの父親はなんでこんな払わなきゃいけないのみたいな、なんで払わなきゃいけないの、逆に航空会社もう感謝してほしいと、はい、今このコロナの不況でもう航空会社もすごい空いてる席に乗ったってんねんから、そう乗せてやって、しかもお金も払ってあげてると、はい、だったらもう感謝してほしいっていうふうに言ってるような家計、うちの、はい、家計はすごいバグってますんでそこら辺、はい、なのでいいね、でもそうだから、うん、もう日本国内のだからそれこそ日本帰ったらちょっと沖縄であったりとか、うん、まあ、関西圏もちょっと、まあ、沖縄に関してはその自分とすごい仲良くさせてもらってる先輩がいて、その人にちょっと会おうかなとか思ったりとかっていうのもあって、いろいろ旅行考えたりするんですけど、まあ、航空券に関してはまあ考えなくていいっていうわけではないですけど、うん、まあ、まあある程度こう安く行けるんで、いいね、まあ、その滞在先だけを確保できれば、うん、まあ、ある程度楽しめるんで、なんならもうそこ系列のホテルならよりじゃないですか、どうなんすかね、一応聞いたは聞いたんですけど、はい、やっぱり本人だからお父さんであれば割引が効いたりとかっていうのもあったりするらしいんですけど、自分は多分ないのかなっていうような、でも全然いいじゃないですか羨ましいわ、しげさんにも全部もう結構オブラートに包んで今話してるんであれですけど、しげさんにももう包み隠さず全部話してるんで、うん、もう本当にとりあえず息子にしてくれへんかなうちの影、はい、吉池に、はい、まあなんでまあ結構安くなったりするんで、皆さんちょっとあの考えてみてというか、はい、ちょっと気にしてみてください、はい、安い高いっていうのを思い出しましたけど、はい、さっきニュース見てたじゃないですか、はい、ワクチン接種の、
あー、まあ直接俺見たっていうかしげさん経由で教えてもらったっていうような感じだけど、なんか今すごい日本でワクチン接種が始まって、結構どんどんやっていこうみたいな感じになってるらしいんですけど、日本の法律で、あの医者か看護師じゃないと注射って打てないんですよね。筋肉注射でね、しかも筋肉注射か皮下注射分かんないですけど、打てないんですよね。なんで、あの打つ人が足りないと、まず第一、そうね、なんであのね、えげつない給料で医者を雇ってるんですよ、はい、その自治体なりが、はい、日当を見ました、聞きました、医者のしげさんから聞きました、17万ですよはこれなんでなんというか、なんか1日17万ですよ。いろいろなんか思うことがやっぱあって、それは、まずなんでそんなに高いのかっていうところと、いやいやもうちょっと使えるところあっただろうっていうお金を、あのね、その今のこうコロナ禍で、医療従事者に対しては僕は全然もっと給料上げていいと思うんですよ、まあ、国からの保障であったり、けど、やりすぎちゃうね。まあその期間限定っていうのはありますし、逆になんこれは何、雇う、それだけの額を出さないと雇えないのっていうことなのかな、なんかな、分からんけど、かもうそれだけ、まあ、自治体がだから打ちたい、でそのためにはじゃ医者が必要っていうので雇わなきゃいけないっていうことなんだろうね。で看護師は3万らしいです、看護師もちろん上げる、確かに間違いない、結局すること、まあ、まあ俺らあんま分かんないけどすること結局一緒なんだから、その何、医師の指示のもとやってるんでしょうね。まあまあまあそうね。でも多分なんか病院とか行っても、ほとんどやってんのって看護師さんじゃないですか、注射にしろ。そうね、だからインフルの予防接種とかも結構看護師さんがやってたりとかするから、もうその人らの給料もっと上げてほしいよね、なんなら。だってこのコロナ禍で普通の多分いつも通りの給料で、ほとんどもう24時間体制で働いてるから、いやそこの保証もっと、これだから日当17万っていうのは、だから例えばなんだろう、ここの病院で働いてます、じゃ例えば土曜日、日曜日休みですっていう人をその日当17万で雇ってるっていう形なのかな、なのかな、分からんけどそこまで詳しくは、うん、けどなんかまあそう書いてたんで、なんかねそこはちょっともうなんか法を変えるべきですよね、あの誰でも打てるってわけじゃないけど、なんか今この薬剤師も打てるようにしようかっていう風にはなってるらしいですけど、こっちってあれ打ってるのは薬剤師なんですか、普通のバイトなんかな、全然わからない、こっちはあのね結構誰でも打ってるんですよ、なんか講習を受ければ、そう、あ、そんな感じかな、多分確か、打てるようになって、みたいな、それこそ PCR 検査だって、自分たちでできるから、そう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 、キット買ってっていうのができるから、だから、うん、アメリカの場合は、もう結構、まあ、誰でも打てるというか、そういう法律なんで、いけてますけど、結構厳しい分ね、法律が、まあそうね、こういう時になかなか、迅速にみんなに行き渡るように打ちたいけど、打てる人が限られてるっていうのでなかなかできないっていうね、難しい問題ですね。ですね、確かに。まあこんな話をした後にちょっと今から話すことを話していいのかって思うんですけど、はい、すごい打って変わっての話になっちゃうんですよ。本題に行きましょうか。あ、まだ本題の前に一個だけちょっと行こうかなって。あ、まだですか。はい、ことがあって、さっきまあしげさんと一緒にご飯を食ってたんですよ。ほう、はい、あのしげさん作ってたのあるじゃないですか。ああ、はい、あの蒸し鶏の、蒸し鶏ね、はい、あるじゃないですか、はい、あれすごいね何急にあれ急に何、さっき食ったんだけど、はい、あれすごいね、あれすごいでしょ、あれすごいわ、ビビったでしょ、びっくりした、はいおおすごい、あうまいってなったんで、どうしてもちょっと言いたかったなここで、どうしても言いたいなと思ってここで、なんかいやもう基本的にそのしげさんとまあ暮らしてもう何年だ、2年ぐらい、2年半ぐらい、いやもう3年ぐらいじゃないですか、この、うん、っていうのもあって、でしげさんもともと料理上手っていうのもあって、結構まあ好きですね、作ってくれてたりとかして、もうなんか多分一通りのものは多分しげさんのレパートリーの中でも多分
作ったんですよ。何通り 何種もしてる、はい、してるんですよ。でまあちょっとずつそのマイナーチェンジというか、いろいろ変えてたりとか、うん、で蒸し鶏に関してもなんか最近そのタレが悩んでどれがいいかみたいなこ と,、うんね、ことを言ってて、うん、あれは、まあ、タレっていうの、あのキュウリのやつは、まあタレじゃタレやね、うんうん、まあなんかキュウリをなんて言えばいいんだろう、辛く、まあなんかキュウリのキムチみたいなのを作って、うん、もうそれごとぶっかけたみたいな感じ、ね、っていう感じだね、はい、あれがよかった。あれがあればご飯いくらでもいける。あれを超える蒸し鶏を食べてきてください。そう、それをさっき言われて、うん、だから どこに行けば蒸し鶏って食えんの？中華料理、中華屋。あ、そっか、中華屋さんか、うん、あ、ちょっと探してみようかな。なかなかないで、あれを超える蒸し鶏。了解です。まあ、楽しみにしておいてください。そしたら、はい、ではまあちょっと、今日の本題に入ろうかなというふうに思います、はい。今回の本題なんですけど、最近、上げたエピソード40の、まあ、アメリカと日本のタトゥーの文化の違いっていう動画、まあ、ポッドキャストを上げたんですけど、もうエピソード40も上げてますか。そうなんですよ、すごいな、よいしょ、いい調子。いい調子、すごいな。今の目標は、前あのエピソード数かける、うん、100の再生回数っていうじゃないです か,、うん、だから2倍いきたいね次。だから200、エピソード50だったら、うん、1万回、はい、ちょっと目指したいです。行きましょう、頑張りましょう。まあそれで、はい、そのコメントに、コメントが来てましたんで、はい、それをちょっと読み上げて、それについて思うことであったりとか、それについてちょっと喋っていこうかなというふうに思います。はい、はい、ネタ提供、はるきさんとコラボされてから聞いています。ありがとうございます。前々から思っていたことを今回のトークテーマで思い出したので送ります。ズバリ、アメリカ版ヤンキー不良って見てすぐに分かりますか？いわゆるヤンキーってファッション、髪型、写真の撮り方、喋り方とかで大体わかるじゃないですか。かっこ偏見って書いてるんですけど。ヤンキー以外にも日本人同士なら喋るだけで相手のキャラクター、うん、そのどんな人かっていうのが大体こうつかめると思うんですが、うん、外国人に対してもそういうのってあるんですか、うん、あと外国人の年齢って見た目で判断できますか？日本だと髪を派手にできる年齢、まあ、中高生であったりとかで、まあ、サラリーマンは基本髪は染めないっていうのが決まってるから、うん、なんとなくこう分かって、まあ、便利っちゃ便利ですよね、まあ、感覚的な話になって申し訳ないですっていうようなコメントが来てました。はい、はい、まずありがとうございます。ありがとうございます。まあ、はるきさんとコラボされてから聞いてますっていうのは、まあ、ちょっとどうなんかなと思いましたけど。なんで、ええやん、まあ、まあ、じゃあええやん、ありがたいやん。え、何が？もう一回ぐらいコラボしようよ、うん、そうね、もう一回ぐらいアプローチしようかな。ちょっと次、まあ、何に喋るかっていう話もなってくる。ちょっとそろそろね、伸び率が完成してきたんで、ね、ちょっとまたお願いしますよと。もう一回ちょっとグッとグッともう一回上げたいんでって、はい、お願いしますよって。で、まあ、ちょっとこれちょっと話変わっちゃうけど、はるきさんのポッドキャスト聞いてて、もう最近難しいというか、うん、すっごいこうなんかソサエティっていうワードがたくさん出てくるし、ソサエティ、毎回もうね、ソサエティね、難しくて、ああ、でなんか頭痛くなるような、うん、なんか社会に訴えかけるようなものが多くて、その回にはちょっと飛び込みたくないけど、政治家を目指してる、ああ、分からないですけど。だから、うん、まあ、だからまあちょっと今回はだからアメリカ版ヤンキーについてっていうか、何なんそれ、アメリカ版ヤンキーについてというか、まあだからまあちょっと上からちょっとつまんでちょっと話していこうかなというふうに思います、うん、まずズバリアメリカ版、アメリカのヤンキー、まあ、アメリカの不良で見てすぐ分かりますかっていうところなんですけど、うん、まず自分たち、まずアメリカの大学にいるんですよ、うん、なので高校卒業してある程度学力があって、で家柄的にもある程度お金がある人たちっていうのが来るところですので、一応大学、大学、うん、なのであまりこう大学内でザ不良っていう人たちはまあ見かけないんですよ。でもアメリカの不良って、うん、まあ、いわゆる日本の不良っていうじゃないですか、うん、あれとはもう決定的に多分違いますよね。その感覚が、うん、どう言えばいいんかな、いわゆるアメリカの不良って多分ね、うん、日本でいう不良に似てるのは、うんうん、多分アメリカの学校内でのジョックだったりすると思うんですよ、うんうん、ジョックって、まあ、スポーツで来て、うん、で結構こう女の子からもモテて、うんうん、でなんかこう結構やんちゃしてるみたいな、うんうん、
のが多分似てんのかなとは思いますけど、ファッション的にはそこまで特徴的なのはないんかな。まあだから自分たち、うん、あ、まあ、俺に関しては大学内っていうところで言うとやっぱ見ないっていうのもあって、うん、でこう日本の中小中高を卒業してるんで、はい、まあ、アメリカの高校とか経験してたらもしかしたら分かるかもしれないですけど、うん、あんまりこのいわゆるその不良っていうのを見ないん で、うん、でもし街で見かけたとしてもそれが不良なのか、うん、ただのファッションなのか、はい、話さないとちょっとやっぱどうにも分からなかったりとかするんで、うん、なるほど、個人的にはちょっとこう判断できないなというか、うん、なんですよ。まあなんか勝手なこれはもう完全のステレオタイプですけど、映画とかやっぱ見てるとアメリカのこういわゆる不良というか、うん、ちょっと悪っていうのが出てきたりとかしますけど、そいつらもうなんか日本とやっぱ全然違うのが車乗ってたりとか、うん、バイク乗り回してたりとかで、あとウィードがどうのドラッグがどうの酒がどうのっていうのがすっごいこう出てくるんで、はい、それに比べるとなんか日本って可愛いもんなのかなとかちょっと思っちゃいますけど。確かにね、うん、なんかもう何が違うとやっぱり人種で分かれますね。うん、で不良ってこう不良の中で固まるじゃないですか、はいはい、こっちも一緒で、うん、不良以前に人種で固まるんですよ、ね、間違いです。なんで黒人は黒人のコミュニティ、うん、ヒスパニックはヒスパニックのコミュニティ、うん、白人は白人みたいな感じなんで、うん、それぞれに色はありますけど、うん、まあここ田舎やから、うん、まあ、そこまで黒人いないんですよ。そう、ね、実際、うん、本当にあのね学校校内のアスリート、そう、ね、でもその人たちもネブラスカ出身じゃないからね結構、うん、やったりとかちょっと都会の人やったりするんで、もともとは、うん、カーニー出身っていうのはないんですけどあんまり、うんうん、黒人はないけどヒスパニックは多いかな。多いね、うん、だいわゆる不良みたいな、うん、ね、こっちの不良だローライダー乗ってて結構ストリートファッションのヒスパニックは結構いますね。あれやばいなみたいなやつはよくいますけど、でも大体ヒスパニックですね。あ、うん、そうね。だからまあちょっと難しいですね、このヤンキー見てすぐ分かりますかっていうことに関しては。まあでもファッション見れば大体いわゆるストリート系その黒人のようなファッションはやっぱなんかこうぶってるんじゃないですか。かな。白人でもそういうファッションしてる人いますし、だからまあ多分いわゆるそのヤンキーファッションじゃ、なんじゃないですかこっちで言う、うんうんうん、まあ、これはちょっと次のことはヤンキー以外のことにもつながってきたりするんですけど、はい、まあ、日本人同士なら喋ってるとまあ相手がじゃどんなような性格でとか、うん、どんなキャラクターでっていうその人柄っていうのが大体分かったりすると思うんですけど、はい、じゃ実際にこうアメリカ人と話した時にそういったキャラクターであったりとかその性格っていうのはこの日本人同様にこう分かったりとかしますかっていうような質問が来てて、はい、うん、どうですか。なんか理解度によるんじゃないですか英語の、うん、あまあまあそうね、うんうん、でもこの英語の理解度この英語の喋り方についてもちょっと分からない。あ、まあね、喋り方もあるし、うん、あのワードチョイスもあるし、そう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 、そこまあ結構分かるっちゃ分かるね、どういうやつなのかっていうのは、うん、ううん、だからこれは別に人種とか問わず、うん、英語がある程度できるようになってきたら、うん、もうただのツールなんで英語は、うん、コミュニケーションを取るためのツールなんで、そう、ね、結構まあこういうやつなんだなとか、うん、感覚的に多分分かるかな、うんうん、と思います自分も、うんうん、確かに。だからまあこれは別に人種とか関係なしに、うん、はい、全然分かります、うん、はい。であと外国人の年齢って分かりますかっていうふうに、これ分かんない、これ本当に多分俺一生ならないと思う、これは分かるように。もうアジア人からすると本当一生の課題じゃないですか、もうマジで分からん。逆にでもこれアメリカ人から見たらどうなんだろうね、アジア人って分かったりすんのかね。いや分からないっていうことよね、だから、うん、結局めちゃめちゃ若く見られますし、うん、うん、でもほんまに分かんないですね。あんまりなんかね、うん、いい話じゃないんだけど不謹慎な話になっちゃうんだけど、まあ一回デンバーで射撃あの銃の乱射事件あったじゃないですか、ウォルマートかなんかでっかいスーパーマーケットであって、うんうんうん、それこそアジアンヘイトクライムが結構増加してる中だったんで、はい、まあアジアンヘイト系かと思われたら別にそういうわけではなかったんですけど、うん、それの犯行、した人が確か21歳か22歳の人で、はい、ニュース見た時にああもうそれが嘘やんって俺まず思っちゃって、うん、もう本当に見た目40ぐらいの、ルックスをしてるんですよ見た目を。いやもうだからそんないっぱいいますよ、うん、僕だから普通に授業受けてて、うん、僕はまあちょっと年齢いってるじゃないですか
そうですね、あえてはっきりは言わないですけど、はっきりは言わないですけど、そうですね、年齢言ってるじゃないですか、はい、まあ、まだ20代ですけどね、ギリ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 20代ですけど、はい、想像してください皆さん、はい、で普通に今授業受けてて、うん、で同じ学年の子ってなると、うん、で日本の大学でいう4年生とかになるんですよね、うん、だ, まあ20だから普通に、ストレートで来て22歳とか21歳の子らと授業を受けてるんですけど、うんうんうん、いや信じられないですよ、信じられない、俺も信じたくないし、22歳っていうのは信じられないです、ね、信じられないです、はい、俺もえ同い年って思ったりするもん、コウスケなんかもうよ、あれ何おどしょおどしょ余計若く見られるやろうね、うーん、だからそれこそ自分はもうヒスパニック系のコミュニティの中に入ってる人なんで、あいつらも分かんないね、ヒスパニックね、うーん、それこそだからしげさんのもうたまに言われたりするけど、まあ自分の LINE って言って同期のメンバーとか言ったりするけど、はいはいはい、みんなだって結構年上に見えるでしょ、あれもう全然僕より年上だ僕はね結構年上に見られるんですよ、ああ、まあそうね、けど、うん、より年上に見える、うん、俺からするとね、あいつら俺より1個下とか俺より絶対嘘やもん、コウスケより下ないわけがない、あれで1人2人2個下だもん俺、うん、でわけがない、2人が2個上か1個上ぐらいで子供3人おるんよ見た目が、見た目がそう、だからもうこれは本当にちょっと自分たちというか多分みんなそうよね、うん、分、うん、かんないですし、日本と違ってアメリカは例えば初対面の時とかに、うん、例えばじゃあ失礼ですけどあの年齢おいくつですかみたいな質問全くないんで、うん、年齢がまあそこまで重要じゃないですね、そう、うん、っていうこともあるんで、そんなに別に重要じゃないはないですけど、うん、でもまあ喋るときにね、この人どれぐらいなんだろうってやっぱどうしても日本人的な感覚で言うと気になっちゃうからね、うん、もう明らかに年上っていう、もうおじいちゃんみたいな、うん、とかに対してはこっちの人もやっぱり丁寧に話したりとかはするけど、うんうんうん、なんか似たような年齢なんかなっていう感じぐらいやったらもう別に関係ないですね、うんね、だからもうこれはもう永遠の課題です我々の、うん、全く分かんないです年齢、うん、だから僕あの大体今アメリカ人2人じゃないですか、はい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 、アレックスとカイル、はい、僕一番年上ですからねそうっすよそうっすよ何気に、うん、でもまああいつらはそんまあ、うん、まあそうね、まあまあ結構若く見えるからあの2人は、うんうん、まあそうね、うん、だからこれは多分皆さん一回海外来てみると分かります本当に、うん、で一回話してみてで仲良くなった人がいたら年齢聞いてみてください、はい、多分びっくりするんでええってなるんでぜひ聞いてみてください、はい、でまあ最後にちょっとだけ一個質問がもう一個来てて、うんはい、日本だと髪を派手にできあこれがまあ年齢につながってきたりするんですね、はあはあ、その髪をその派手にできる年齢っていうのが決まっていたりとか、うんまあ、中高生だったらまあ染めとかサラリーマンとかはもう染めれないけど、うん、大学生は結構染めれたりとかっていうのがあってまあだからそんな髪型とかファッションとかで見た目分かったりするんですかっていうような感じだけど、あんま分かんないですね僕は、うん、髪はもう染めたい人染めてるし、うん、好きな髪型してる人多いし、まず地毛が金髪とかあるんで、うん、髪の色とかでは分かんないですね、うん、そうね、うん、日本だったらその黒が基本的にメインで、うん、それに色足したりとかってするから、まあ、ある程度分かったりしますけど、うん、もちろんこっちも金がメインで、うん、ってなるとなんか全然わかんないです服装とかもね、うんうんまあ、別にそんなみんな同じような格好してるんでここの人いわゆるなんかネブラスカファッションっていうで髪型もみんな似てるじゃん、うん、似てるし、うん、キャップかぶって、うん、わかんないですだからあの日本人がそのアメリカ人の年わかんないとか、うん、あとそのみんな同じように見えるっていうのはあの同じように向こうの人たちもあのアジア人に対して思ってることなんで、うんうん、誰が日本人で誰が中国人誰が韓国人なんてわかんないんで、うん、だからまあ全員の課題ですいや、ね、全人類のしゃあないしゃあないよ本当にまあなんで、まあ、今回はちょっとコメントくださった方ありがとうございますありがとうございます、はい、まあでもまあこれはカーニーでの話なんで、はい、あのねアメリカ
の話だと思わないでください。広いですよ、全てだと思わないでください。そうね、うん、まあエンディングいった、あ、まあ、エンディング行く前にちょっと話すか。そのアメリカの話だと思わないでくださいっていうのでちょっと一個言いたいことがあって、うん、日本の YouTuber で世界一周をしてる人がいて、はい、2人ですごい仲いい2人組の人がいて、はい、その人が世界一周してるんだけど、その1人片割れというか1人が、うん、ロサンゼルスに住んでるラーメン屋、違う、日本食屋さんを経営してる人 と、はい、一緒にそのズームかな推しかなんかで、うん、動画を撮るっていうような感じで、はい、まあその人結構なんかこういろんなところにグイ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 突っ込んでいくような人で、うん、まあ、だから例えば、東南アジアのすごい隠れた闇の部分を結構映したりと か、はい、なんかそんなようなことをする人で、実際今のアメリカどうなんですか、うん、そのコロナに対してどうなんですかっていうので喋ってたんですけど、いやちょっときつかったというか、うん、その人はカリフォルニアに住んでるわけよ、はい、で、その字幕というか最初の見出しはアメリカのカリフォルニアで起きてる出来事みたいな、うん、コロナについてみたいな感じで書かれてるんですけど、うん、話の中ずっとアメリカはアメリカはアメリカはっていう風に言ってるんですよ、うん、いやいやロサンゼルスでしょ、でカリフォルニアに住んでるんでしょ、うん、じゃあアメリカの全部分かってるのって思うんですけど、うん、すごいなんかアメリカを分かって全て分かってアメリカはこうだこうだっていうような言い方をしてたんですよ。ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、いやちょっと頭良くないのかなというか、うん、っていう風にやっぱどうしても思っちゃって、ですごいちょっとイラッとしたのが、その中で言ってたのが日本のメディアは、うん、その変更報道がどうのみたいな、ほうほう、すごいこう偏った報道ばっかしてるみたいな、うん、こっちから言わせてみたらそれが一番の変更報道だよっていう、まあね、そうカリフォルニアがアメリカの全てみたいな感じのような発言をしてて、うんうん、だから、まあ、今回の話もそうですけど、だから嫌いなんですよね、カリフォルニアに住んでる日本人が、あなたは、はい僕は大好きですよ。あ、やおおやおやろよ。みんな友達。すごい。アメリカに住んでる日本人はみんな友達だから。一部の人ね。やっぱどうしても。フレンドリーに行きましょう。一部の人はっていう話なんで。ね、これはちょっと今度別の機会になんかぶった切るみたいな感じのちょっとテーマで撮ってみても面白い。まあでもほんまに結構その日本のニュースとかでもロスに住んでる日本人っていうのが。まあ、ニューヨークやったり都市部に住んでる日本人がまあ結構取り上げられがちなんですけど、まあ人数も多いですし、もうね、あの州によって本当国が違うのと同じぐらい違うんで、本当にそうです、法律が違うんで、もう考えられないと思うんで、多分日本からするとだからもう全く一緒ではないです。だってこんな広い国やねん間違いない ね、本当に本当にもう全然違う。それこそ前回言ってたガンコントロールの話もそうですけど、はいはいはい、もう州が変わればもう法律も変わってきて、もうほとんどもう国が違うみたいな感覚なんで、うん、もうなんかもう EU みたいな感じよな、うん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 、車で行き来できるけど違う国みたいな、うん、本当にそんな感じです、うん、でもほんま感覚そんなんなんで、うんうん、まあ、これが全てやと思わないでください。そうっすね。それ僕らの住んでるところは今言ったような感じやけど、うんうんうん、まあ、これがニューヨークになればもっと黒人が多くなってとか、うん、ね、全然環境も違うやろうし、そうですね、うんうん、でもやっぱ僕思うのは、はい、アメリカの8割って、うん、僕らが住んでるようなところじゃないですか。そうですよ、実際は、はい、マジでそうですよ。やっぱこういうところに住んでこそ初めて本場のアメリカを知れるかなっていう、うん、だと思うっていうのをちょっと軸にというか、それを僕はこれが唯一の誇りなんですよ。いや本当にそう、本当にそうで、あのニューヨークとかロサンゼルスに住んでる人は、うん、あれもアメリカではないです。あれもほとんど外国なんで、うん、本当のアメリカはああじゃないと俺も思ってる本当にと思いたい、はい、でやっぱね、そこに住んでるからといってアメリカの全部を知ってるわけじゃないし、うん、だからみんないいっすよ、留学するに中西部は本当になんか本来のアメリカを教えるというか、うん、アメリカの8割ってこういうところなんやっていうのが知れるんで、うんうん、おすすめですね僕は結構、うんうん、本当そうですね、うん、もうただただパーティーしたいならロス行って、はいはいはい、なんかちょっとシャレこきたいのであればニューヨークに行って、わ俺ちょっとニューヨークおる俺かっこええやって思いたいのであればニューヨークに全然行ってもらって構わないですけど、本当にアメリカが知りたいっていうのであればね、もっと内陸を攻めてほしいですね。まあ今回はそしたらちょっともうそろそろ時間なんで、まあ今回ちょっとそのヤンキーとかそういったところについて話だったんで、ヤンキーいろいろ飛躍しちゃいました。まあとりあえずそしたらエンディングの方に行きたいと思います。はい。
はい。まあね、なんか面白い意見というかネタでしたね。そうですね。最近結構なんか硬い話が多かったんで。ずっとね。そう。なんかこれぐらいラフな方が。うん。全然送ってきて。うん、本当になんかこんなようなフランクな意見で。もう何でもいいし。アメリカ人って納豆好きなんですかとか、なんかそんなような本当。うん、多分嫌いですね。フランクな。大体が。フランクな意見とかも全然何でもいいんで。ぜひ送っていただけると100で使いますんで、はいはい。でまあ、今後ちょっ と,、まあ、先ほども言ったんですけれども、週に1本ぐらいの投稿になっていくとは思いますけど、まあ、そこのところちょっとご了承ください、はい。今回のご意見ご感想トークテーマなどは、ドロリンポッドキャストアットマーク Gmail まで、アットマーク Gmail.com までご連絡いただくか、インスタグラムと TikTok でドロリンポッドキャストと検索していただき DM までよろしくお願いします。インスタグラムと TikTok ではポッドキャストの切り抜きや日々の写真を上げておりますので、フォローとハッシュタグドロリンでシェアしていただけると嬉しいです。次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。